とぎまちセカンドです。今日はねこちら私の大好きなジーチローさんのバームクーヘンがあるんですけど、まあジーチローさんといえばバームクーヘンめっちゃ美味しくて、もうね私はいろんなバームクーヘン食べたけど、多分好み、私の好みは完全にジーチローさんのバームクーヘンなんですよ。どこの買ってもやっぱりジーチローだなってなっちゃうぐらい。ジーチローさんね、実は私香川にこの前年末年始帰ってた時に、祭事なんかわかんないけど、こう出張店みたいな1週間だけ販売だったのかな、高松三越のねデパ地下地下に出てて、それでね買ったんですよ、じいちゃんのバームクーヘン。めちゃくちゃ美味しくて、ちびもちマジで爆食いだった。3分の1ぐらいはちびもちが食べたから、めっちゃ美味しいんですね。とりあえずで、そこでねじいちろうさんのこのビスコットっていうのが売られてて、シュガー味、なんかチョコもあったけど私はシュガー定番っぽいのを選んでみたのと、あとこちらジーチローさんの、ガトーショコラチョコレートっていうの、これも買ってみました。すごいねちょっと気になるよねこれ。ちなみにさ、ここ書かれてるけどさ、ジーチローさんって浜松市、静岡なの、なんか所在地というか販売者がジーチロー静岡県浜松市になってる、製造所も静岡県、知らなかったです。ちょっと一旦食べてみようか。まずこっちのビスコットの方から、ビスコット5枚入りシュガーです。あ、開けちゃったらこれもう完全に開いちゃうやつだ。パチパチもないし、あー美味しそう、めっちゃシュガーのいい香りした。5枚入り、もうじいちろうさん好きすぎる、ほんとなんであんな美味しいんやろうね。バームクーヘン神みたいに美味しいやん。うわーでもこれシュガーも美味しそう。めっちゃほろっとなる。あのね、もっとザクッと硬いと思ったら意外とソフト柔らかい。でもザクッとしてる。柔らか。おいしい。そっか、ビスコットだもんね。え、待って。シュガーとさ、あ、シュガーじゃない。見た目ラスクなんだけど、ラスクとビスコットの違いって何？調べよう。私の食べた感覚で言うと、ラスクほど硬くない、ザクザク、ザクザクサクサクなんだけど、なんかもっとソフト。わ、でもなんかすごいよ。これさ、ビスコットって調べると、ジーチローと、もう一つ、朝日のビスコットっていうのの、この2種類ばっかりが出る。普通これってラスクって言うよね。ビスコット。あ、書いてる。ビスコット、カッコラスクって書いてるわ。だからビスコットとラスクは基本一緒なのか。やっぱり、ね、見た目は一緒だもんね。あ、でも、別名、ラスクみたいな。もう美味しい。これもう本当に完全にいい意味で柔らかめのラスク、でもふにゃっていう意味の柔らかじゃなくてソフト、サクって感じ。他の似てるやつはザクって感じ、これサクって感じ。美味しいです、食べやすい。だから言ったらちびもちとかはさ、ラスク、あの普通のザクザクの硬いやつよりこっちの方が食べやすいよね。お子さんには絶対ジーチローのやつがラスクとかビスコット食べるにはいいのかも。次、ガトーショコラチョコレート、ジーチローさんの。すごいね、こんなんだよ、こんなん、なんか羊羹みたいな形してあ、ちゃんと入れ物に入る。うわー美味しそう。ねえこれ見て、こんなのだ。なんかすごい、ちょっと待って、これポコって出るんかな。あ、出ないやつ、これスプーンですくうやつじゃない。スプーンあるかな。これでいいか、これでこれ入る。お、入る。ちょうどこれ用に作られたかのように、この幅がちょうどうわめっちゃ美味しそうなんだけど。待って、これこんなんだよ。うわめっちゃ美味しそう、これなんかすごい濃厚そう。思ってるガトーショコラ違う、もうトロットロ。待って、でもこれめっちゃブラウニー、お酒効いてない？うん、洋酒が結構上の方に来てるから、これはねお子さんっていうよりは大人だな、大人の食べ物というか。もうトロトロ、もうだってちょっと固めのプリンぐらいだもん。ほらめっちゃ溶ける口の中で。え、おいしい。うわもっと買えばよかった。うわーこれマジでおいしい、ジーチローさんのガトーショコラ。これ冷やした方がいいね。どんなのか分かんなかったからさ、そのまま常温だったんだけど、これ絶対冷やした方が美味しい。うわこれ量もちょうどいい。なんか結構濃厚で濃いし甘いから、これぐらいの量がちょうどだった。それも考えられてさ、このサイズにしてんのかな。めっちゃ美味しい。
ごめんなさい、正直なレビューで言うと、ジイチローさん前、あのね、このビスコットとガトーショコラじゃない商品、また他にもあって、そっち食べたけど、まあ、あの、バームクーヘンのレベルが高すぎて、私は、それ、まあ、普通だなって思ったんですよ。美味しいけど普通だなって思った。でも、このガトーショコラマジで美味しい。これはちょっと買う、また。あのね、ビスコットは普通かな他の。まあ、美味しいんです。美味しいけど、絶対ここのじゃなきゃダメだのやつではなくないかな。多分好みかも。私は固めが好きだから、ちょっと好みじゃないけど、まあ、普通に美味しいですって思った。でも柔らかめのソフトが好きな人とか、お子さんとかはこっちがこれ好みだと思うというか、いいと思います。おすすめです。でこのガトーショコラはね、こっちはもう完全にもう大人向けです。だからこれさ、洋酒、私お酒は苦手だけど、この洋酒の香りとかが入るのは全然いける。あのお酒苦手な方でもお酒感はあるけど、そんなんだろうな、独特のお酒特有の苦手な感じは出ないんじゃないかな。お酒苦手な人でも、私でもいけたから。美味しかったです。これはね、私また会ったら買う。だからジイチローさん行って、もしあのバームクーヘンとガトーショコラ売ってたらもうセットで買う。でもこのサイズなんでね、ちょっと人にあげるくらいでも、ポンとあげるくらいでもいいので、でこれだけでね、いいおやつタイムになります。ちょっと贅沢なおやつタイムみたいなので、ぜひ。で冷やして食べると美味しいです。多分これね、温めるとさ、トロトロとか液体になっちゃうんじゃない？っていうぐらい結構ね、スプーンですくった感じが、まあ、ちゃんとねっとりくるんだけど、普通のガトーショコラみたいなのとはちょっと違うかな。っていうか結構違うかな。はい。よかったらチェックしてみてください。私の個人的な感想が結構含まれてますが、私のレビューです。以上、私の大好きなジイチローさんのビスコット、シュガーとガトーショコラのチョコレートでした。